介します。山陽新幹線岡山50周年の旅に、ご乗車いただきましてありがとうございます。あと3分ほどで、列車は岡山駅に運転を行います。私のお客様ご注意ください。発車時刻は13時52分です。この度はツアーご参加ありがとうございました。もう間もなくいたしますと列車岡山駅へ向かって出発いたします。岡山で列車のお客様一旦降りられまして添乗員が改札口までご案内いたします。全員の方がまとまって降りる必要がございますのでご協力をお願いいたします。広島および博多へご乗車のお客様、座席はそのままで広島博多までこの列車でご案内いたします。なお広島および博多までの乗車券につきましては岡山出発後添乗員が皆様の席へ参りましてお渡しいたしますのでよろしくお願いいたします。この度は日本旅行貸し切り500件新幹線、山陽新幹線、岡山開業50周年号、新幹線車両所、岡山乗り入れメモリアルツアーにご参加くださいましてありがとうございました。また次も山陽新幹線で皆様とお会いできますこと、楽しみにお待ち申し上げております。ありがとうございました。追加のご案内でございます。岡山駅では左側進行方向左側のドアが開きます。お忘れ物がないように皆様ゆっくりでございますのでお支度の方をお願いいたします。
礼します。まもなく岡山に到着です。車内にお忘れ物ございますでしょうか。行きますと何もありください。この電車折り返し運転、岡山駅は14時8分の発車です。
まいります。ドア付近のお客様、お気を付けください。ドアが閉まります。
ないようお気をつけください。
停止工場を通過します。普段はなかなかわからないところでございますが、今回鉄道ファンもたくさん、鉄道ファンのお客様もたくさんいらっしゃいますので、ご案内をさせていただきました。現在アトプリバス橋梁が大阪川橋梁、東側には九州、左側には九州自動車道が通っております。この付近が、膨らんで雪ができるところだと聞いておりました。東九州新幹線の分岐の膨らんで雪ができる分岐のところで、現在膨らんで信号所を通過しております。今日は長らくどころでした。本当にありがとうございました。この後は鉄道ころで終点の博多に到着をいたします。それでは皆様のまたのご乗車を心よりお待ち申し上げております。ありがとうございました。
はね、車内にお忘れ物ないようお越しください。